どうもこんばんは、レポ TV 2週間のゴールスタートでしたね。そうですね、レポ TV 長い休みを挟んで、はい、ゴールデンウィーク明けです。はい、北尾さんです。どうも榎木戸一郎さんです。まあ、いろんなことがこの間ありましたね。まあね、ありましたね。まあ、順序立てて話していきますか。そうですね、順番に。まず最初に言っておきたいことは、はい、僕は遠出しなかったという、はい、ああ榎木戸さんは遠くは行ったんですか。はい、新潟に行きましたね。じゃあまあおいおい行きましょうか。大してそれぐらいですね。でも最終日の夜だしね大したことないですけどね。皆さんの方が激しくアクティブに動いてる方多いと思いますよ。フリーって僕らってゴールデン人がこう動いてる時って避けるよね。動いたことないよね。うん、それやったら負けだと思って過ごしてました。負けだと思って過ごしてますよね。うん、はい。さあみんなが働き出した頃にね。じゃあかなりいろんなこうまあね、うん、いいことだけじゃなくていろんなことがあったんですけど、いろんなことがありました。出来事は、はい、どうですか。まず手帳を見ながらまずその週末レポ TV 終わっての週末28日ゴールデンウィークの入りですね。入りですに一箱古本市で週末で僕たちやりました。やりましたね。いいお天気で、いいお天気で、朝から僕ちょっと車でねちょっと遠かったし荷物も多かったので、はい、車で行っちゃったんですけど、はい、あの他の方々ほとんど、カートをね持ってくるんだということが分かりまして、かなりの荷物をカートで女の人もいるのに持ってくるんだなっていうのがまずちょっとショックだったですね。びっくりした。はい、そうでしたね。うん、そうですね。まあ、僕たち一応なんですお店の名前は レポだけ。あ、そうですね、レポっていう屋号で屋号でね、まあ、原っぱ広場みたいなところ、柏原っぱ、うん、そうだそうだっていうところでね、まあ、ちょっと千駄木の駅とかの その忍ばず通りからは離れた、はい、丘の上というか、まあ、日暮里からは割と近いですけどね。そうですね、っていうところでやってたんですけど、うん、途中であのレポショーっていうのを出すっていうか、まあ、いろんなお店を見て回って、うん、箱を見て回って、そうそうそう、僕らで賞を出すということになったので、割と忙しかったね。すぐに出発して、まあ11時からだったんですけど、はい、まあ、セッティングして、はい、で、まあ、ちょっと最初はあんまり人もね来ないんでのんびり、うん、午前中に行っとき、そうそう、すぐ行っちゃった方がいいんじゃないのみたいなことになったら、そうそうそう、結構 2,3 時間かかってかかった、ね、だからその間にあの、お店っていうか、うん、僕らのところに来てくれた方もいらっしゃったようで、あ、そうそうです、ね、本当に申し訳ないことです。そうですそうです、はい、まあでも助っ人の島袋ライターのね島袋くんが来てくれたので、来てくれて、あと平勝も来てくれたので、はい、まあ交代してもらって店番を、はい、そしてまあまあ歩いて回ったわけですけど、はい、もうあの一箱古本市はこうエリアが広くて、うん、なかなか地図を見ながら行ってもこうたどり着けないぐらい迷いながら、はい、なので途中であのちょっと道先案内人をちょっと捕まえて そこら辺にいたやつがなんて人だっけ、渡辺さんだ、渡辺さんだ、渡辺さんって人がいて最後まで付き合ってくれたからね。くれたね、うん、あのなんか一箱古本市に一人でいろんなとこ回ってるみたいなんで、うん、あの俺たちは桃太郎で言ったらキジと猿になるって言ってね、ええ、すごい お供にお供させろって言って、まあと言って、まあそうそう、あんたが道順を考えろみたいな、そうですね、感じで付き合ってもらって、ええ、渡辺さんいい人でしたね。いい人で、ええ、喜んでたんだよ。どうせあのやつも、はい、はいはい、見たいと思ってたわけだから、はい、かなりの本好きですよ彼は。ですね、渡辺さんですね、はい、わざわざ横浜から、はい、横浜じゃなくてね、横浜じゃない、秦野、あ、そうかそうか、確か仕事の都合でそっちに行って、はい、でまあでも来たと、はい、いうことでね、はい、いい人でした、はいはい、割とね、うん、僕の本とかね、まあ、トロさんの本もそうですけどね、はい、かなり読み込んでる 節があってたんですよ。じゃあいい人に、いい人でしたよ。だからあのペロッと僕に質問するやつも、うん、あのよ、あのあれの中のど例えば僕ヨネタニマリ、あ、よ、え、あ、そうだそうだ、ええ、ね、あの話してたね、ロシアで、そうそうそう、のはあの頃あの方はもうなんですよねとか、なんかね、こう、ま、だ通訳だったんですよねとか、なんかそれは俺の本読んでないと分かんないから、
米原麻里さん。米原麻里さん、うん、はい、米谷さんはデザイナーですはい、はい、そうだそうだった、そうだった。だから割とおできるっていうか、うん、かなりの人だぞこれはって、うん、あの米原麻里さんのことをね、うん、言った時にちょっとね、うん、感じたんですけど、うん、まあ そんな人のお供をして、そうですね、いろいろ回って、まあでもいろいろあの最後は表彰式に行ったり、はいはいはい、あのなかなか盛況ですねやっぱりね、さすがでしたね、はい、なんだろう怪しげさんとも途中で会って、はい、とか最後はそういうあのイベントでは司会をされてて、あ、そうです ね、あの出展者が集まって、まあ僕らも含めねいっぱいね、あの仙台から来た火星の庭さんとかそういう人たちがプレゼンターになって、それぞれこの店が良かったっていうのを選んで、まあ何がしかのプレゼントをすると、はい、あ、そう、仙台から火星の庭の 前野さん、前野さん、それからあの、佐藤純子さん、佐藤純子さん、うん、佐藤純子本出すんだね、本出すって言ってた、もうすぐだ、あのあれがあの漫画みたいな漫画があれがなんだ、月刊佐藤純子だっけ、ね、はい、タイトル、星の強い、あれが漫画、あの本になるっていう、うん、だからすごい、まあ、今年は結構いろんなことが、ね、だから東北ブックコンテナ、去年僕たちが回った、はいはい、あれが今度は東京に出張してきた形で物販やってましたね、やってましたね、なかなか、会津 の山本さんとかも来ていらっしゃった、いらっしゃった、まあ、あと犬山からはゴッパさんが、ゴッパさんね、ゴッパさんも来て、はい、自分の本を僕ね、うん、あ、帰りにね気がついたんですけどね、うん、そのゴッパさんっていうか、だからそのえ本当は五つ葉文庫、五つ葉文庫やってる人ね、うん、あのなんていう人でしたっけあの人、ね、あの人がね、うん、古澤君だ、古澤さん、うん、僕が初めて、うん、忍ばずをチェックに行った時に痕跡本ツアーをやっていたんですよね、うん、それに痕跡本ツアーのコンセプトに、うん、すごく僕は感銘を受けて、うん、すっごい面白いことやってる人がいるなって思ったんですけど、はいはい、旗を持ってらした女性がいて、はい、女性がで、ちょっと、うん、ちょっと来てくださいと、で、あの痕跡本って何なんですかって言った後に、うん、俺の顔を見て気がついた、うん、あ、えのきどだなっていう気がついた僕たまたまブラッと行っただけですよ、しかもまだレポ TV とかやってない頃ですから、うん、はいはい、で、人がいて、うん、その人はね、うん、大根堂っていうのをやってたねあの、なんです、大根堂ってあるじゃん、大根堂、あの、クイズ、俺たちが選ぼうとした、そうそう、練馬区のクイズをやって、うんうん、はいはいはい、あそこの人なんですよ、あとで、あ、あの時の顔、なんみたいな人だなみたいな感じだったんですけど、だんだんいろんな風にこう知り合いがこう増えていくっていうか、こう、あ、そう、自分もその、うん、一箱の一箱ファミリーの中にね懐に抱かれていくような、こうやってみんな居心地よくなるんだろうなっていうさ、はい、そういう感じで、まあ、今回参加しちゃったし ねもう次からもう、はい、どうもどうもどうもみたいなね、みたいなね、なるんだろうね、そうそうそう、なんかそういう世界っていうね、なんか感じ、まあ、ゆりかごですからね、ゆりかごですからね、はい、だけど僕たちは運が良かったんですよ、あれは5月3日かなにもまたやったんですけど、はいはい、うん、どっしゃぶりで、ああ、大変だったみたいですよ、はい、ねえ、はい、まあそれでレポもレポあんまり売れませんでしたね、まあ、そんなには、あと僕の古本もあったんですけど、はい、まあやっぱり僕俺にくれてましたね、ええ、俺に最後持って帰るの嫌だからって俺にくれてました、もう一冊どうとか言ってくれてましたね俺にいやー、やっぱり反省しましたよ、やっぱみんな、ね、気合い入ってる、僕らの隣に浅香書店さん、浅香書店さんすごかった、プロっていうかなんか右の本格派、そうですそうですね、そうですそうです、すごく、だからああいうのなんだなっていう、だからこうちょっと手に持ったりさ、うん、なんかこう、うん、人が来ると、うん、一言、うん、すごくポイントのなんかいかにももうそれ絶版ですよ、うん、とかそう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 もう欲しくなるようなことを、うん、ポンと言うんですよ、ね、愛想がいいわけじゃないんですよ、うん、あとなんかすごく本好きの本と、それからちょっと割とこう女性向けの可愛い感じのやつをうまい具合にミックスして箱を作ってらっしゃる、だから両方にポイントを作ってるんですよ、うん、もう本人にも確認したんですよ、手だれですよね、手だれ、だからやっぱね、ああいう人が混じってる、彼はちょっと遅れてきたんですよね、はいはい、で他にもいたんですけど、はい、他の人たちは割と、うん、まあ素人っぽいっていうか、うん、まあ一箱だなっていう感じの人たちだと、うん、俺もちょっと油断して
いたんですけど、はい、あれが来て、うん、うわやべえと、うん、もうみんながこういきなり開始時間とともにわーって行くのを、うんまあ、横目で見ながら落ち着いてと落ち着いて、ね、値札とか書いて食ってましたもんね、全然これからだぜっていうさ、そうそう午前中は別にみたいな感じだったんです、うん、腕の立つおぼけさんみたいな感じでしたね本当にね、そうなんですよ、はい、後から丁寧なメール来て、あそうですか、で、そう今度なんか、2週ブックマークってあるんですけどね、はい、今週、はいはい、そういうの来てくれるそうで、あそうですか、うん、であの方もなんか割とこうなんだかんだで話、ちょっとね、いろんな会話をさせていただいたけど、なかなかいい感じの方ですね。いい感じの感じで、別にあの古本屋をやってるわけでもないんですよ、まあ本が好きなんだね、本が好きでああいう一箱系のものにはあの割とレギュラー的にこう出ているというまあ人ですね、はい、そしてゴルネ君こうやって始まったわけです、僕たち、そうです、その世の中、まなんです、そういうことしてたらですよ、はい、まあ、僕はその30日も2、3本締め切りがあることになってますけど働いてました、働いてますけど、はい、ちょっとここで、堀さんの訃報が、そうなんですね、これはちょっと僕はあんまり面識ない方なので、あの堀道夫さんと尺八を吹く、そうです、パリのメトロで尺八を吹くっていうのを、あれは結構よ、まあ、すごくよく覚えてます。デポの3号と4号で前編後編でやってもらったんですけども、はいはい、病気でいらっしゃったんですね。そうなんですよ、闘病してたのは知ってたんですけども、はい、で、これはいつだっけな、あのチビレポでね、はい、まあなんか去年の11月に、はい、まあ病院に行った時、まあ、手紙というかはがきみたいな感じでこう書いてくれて、はあ、まあ、これがレポとの関わりでいうと、まあ、最後になっちゃったんですけども、うん、でまあ退院されたガンでいらっしゃった、あそうなんですよね、はい、でツイッターでね、うん、僕夜遅くなんかツイッターしてたら、うん、見てたらふっとなんか、塚田くん、塚田松弘さんという、はいはい、産経出版で、はい、もともと堀道夫さんをレポに紹介してくれた、あ、はい、レポでかなんか書きたがってる人がいるよって、うんうんうん、その彼が、うん、そういうことを堀さんが亡くなったみたいなことを短くね、書いてたん で、はいはい、で俺は思わず、うん、本当なのそれって、言ったらどうも本当みたいだって言ったんだけど、まだちょっと一人の情報だから、うん、これでちょっと騒ぐわけにいかないなと思って、まあね、で翌日になったらまた塚田君だかな、あのちゃんとした情報、うん、それから、彼女は本著書が2冊あって、はい、新宿書房というところから両方とも出てるんですけども、はい、そこの方がやっぱりそういうアナウンスをしてたので、うん、これは間違いないということで、うん、でまあ福編平勝にすぐ連絡しましてですね、2人は平勝さんとトロさんは、こうそういう編集作業とかで結構、はい、打ち合わせとか、僕よりも主にね平勝さんです。あ、そうなんだ。あのというのは堀道夫さんは、神保町の、はい、ミロンガっていう、あの単語喫茶で有名なところで、ね、働いてたんですよ、はいはいはい、で平勝事務所ってそこから歩いて5分ぐらいですからね、あだから打ち合わせだの、はい、ちょっと全部平勝さんがやってくれてたんで、はい、平勝大ショックですよ、はい、でまああの葬儀の場所とかを聞いて、まあ、駆けつけたということです、ね、はい、うちの近くだったんですよね、なんか、あ、そうですね、西日暮里、西日暮里ですよね、だからちょっと顔出そうかなって思ったんですけど、ちょっとあんまりにも僕遠いので、あ、そうですよね、ちょっと、まあ、遠慮したんですけど、はい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 、僕らも、まあ、なんか慌ててなんかもう、はい、黒いネクタイなんだっけみたいな感じで前に行ってですね、ね、あのご家族の方でレポも持ってって、はい、あのお母様とか妹さんとかいらっしゃったんで、はい、あのまあよかったらというかね、親族方で、おいくつでいらっしゃったんですか？38ですから、若かったから余計がんだったので、まあ、進行も早かったということじゃないかと思うんですけど、あのまあそんなだったんですよ。へ、なんかね、こうだからレポを創刊して、はい、どうだ1年半もないか、まあ1年半です ね、まあ、ざっくりね、
書いてた方でね、そんなご不幸があるなんてね。そうです、そうです、ね、それは予想外のことで、うんうん、まあでもその、ね、まあ、残念だったと思いますけど、うん、まだまだこれからの人だったんで本当に、はい、レポでもまた何かやりたいって言ってくれてたし、うん、僕らもそういいですよって、体調良くなったらっていうことを言ってたんで、残念は残念なんですけども、今度の今、うん、締め切りになってて、はい、今日が本当は締め切りだけど僕がビタ一文書いてない新しいレポあるじゃないですか、それは8号ね、8号ね、それは堀さんのこととかも出てくる、1ページ急遽、あ、本当、で、まあそういう感じですか、それはやっぱりそうしたいなと、まあ、もうすぐ平川さんとそのみちみち相談というか、何かできることないかっていうんでね、うん、まあそれをやしたからどうということはないんですけども、いや、まあそれのもあるけど、うん、やっぱり雑誌、僕らの雑誌で一緒にやってた仲間なわけだから、そうです、雑誌としても何か送ることはね、そうですね、したいよね、うんうん、まあそういうことが、まあ、ありました、はい、だから僕その、初日の一箱古本市があってからずっと寝て暮らしてたんですよ、うん、休むぞみたいな感じで、あ、休む気満々満々で、はい、しかも長かったじゃん連休、うん、前半だからもう余裕たっぷりで、はい、毎日もうバッカバカ寝てやってたんですよ、はい、チラッと山田に行くぐらいでね、はい、あ、行った山田は行きましたよ、まあ1回だけです、はい、そしてまあ話題は変わるんですけど、県民賞が、あ、県民賞の前にね、僕1個いいですか、はい、僕はね、ナイロン 100°C の公園に行きました、ナイロン 100°C って、ケラリーノ・サンドロビッチ、あ、はいはいはい、まあ、僕の古い友達ですね、はい、これがパンフレットです、100年の秘密っていうやつなんですけど、まあ、3時間20分の対策、ケラさん、ほっとくと長くなる時もあるんですけど、はい、これはね、僕ね、ケラさんの芝居見たのは、うん、相当久しぶりなんですよ、うん、で、これね、パンフレットに原稿頼まれたんです、はいはい、それで、まだ本が全く上がってないみたいな時に、うん、締め切りで、うん、担当の編集の人もね、うん、どんな本になるかちょっとわからないんだけど、うん、とりあえず人生について書いてくれ、はい、ものすごい雑な振りで、はい、僕と新さん、なめこさんと豊崎由美さん3人が、うん、こうなるんじゃないかなっていう想定のもとに原稿を書いたり、はいはい、まあ、あとは芝居の中、キャストのいろんな人ね、犬山犬子さんとか、うん、美之助さんとか、うん、いろんな大倉さんとか、うん、いろんな人がこうのインタビューとか、まあ、記事が載ってるやつなんですけど、すごい充実してるね、すごく充実してるんですけど、うん、で、まあ、僕は人生と言われて、まあ、人生のことを書くのも なので、うん、川勝正幸さんのことを書いて、ケラさんと僕は共通の知人なの で、はい、で川勝さんのことを書いたり したのが、まあ、乗っかってて、うん、割となんか、この辺からですね、これが このページが描きますよ、はいはいはい、割とね、当てずっぽで書いたら割と芝居の内容と合っててよかったなって思いましたすっごいね、こう構成力というか、うん、なんていうか、2人の友達、女同士2人の友達が80歳まで生きるんですけど、うん、確か、うん、70歳までかな、うん、生きるんですけど、うん、死んだ後までやるっていう、で時間を時々戻ったりしながら、ポイントポイントの何歳の時の2人とか、うんうん、こう時間をこう飛ばしながら、ちょっと戻ったりしながらやるみたいな、うんうん、構成でですね、はいはい、めちゃくちゃうまかったですね、もうちょっと、いやケラさん腕上げたなっていうか、そんなもん失礼ですけどね岸田戯曲賞とか鶴屋南北賞とか取っちゃってる人がさ、うんうん、人にさ、うん、失礼ですけど、まあ、僕からすると20代の頃にちょろっとそういうことも書いたんですけど、僕恵比寿
に住んでて、うん、まあ、キラさんも恵比寿なんだけど、うん、朝明けまで原稿書いてね、うん、ああもう腹減ったみたいな感じで終わるじゃないですか、うんうん、で、と駅前にあの牛丼屋、大黒屋っていう牛丼屋がありまして、うん、そこで朝定を食うんだけど、うん、と必ずカウンターの向こうにキラさんがいるんだよだいたい必ずいるんですよで、キラさんすっごい疲れ切った顔してて、うんうん、ああなんかこう仕事終わったんだなっていうさはいはい、ですごい嬉しそうにニコニコね笑ってるんだけど、うん、どうとかね言ったりしてた仲なんですけど一緒にテレビ番組とかやったこともあるんですけど、うん、でもまあなんかこうすごいねあれですねこう戦友っていう感じも僕らよりも多分4つか5つぐらい下のなんですけど、うん、あれですよ北を取る以上にあと その時にね労働者 K っていうね、うん、エッセイ集がありまして何年か前に出たやつなんですけど、うん、もう会場で売ってたんですけど、うん、だから戯曲じゃなくてそういうのを買ってみてうち、ん、で読んでる今読んだ出るんですけどケラさんね、うん、ひどいケラさんのまずねまだパソコン使えてないんですよお2007年の段階で手書きそれからあのねもうね部屋が片付かないとその頃まだ結婚されてなくて、うん、20万円の家賃で部屋、うん、だけどものすごくどん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 荷物が乱雑になっていく資料とか、はいはいはい、本とかレコードとか、はいはい、僕らと同じような体質の、はい、もともと10代の少年だった人が、いろんな方向に進んだみたいなことだと思うんだけど、うんうん、でケラさん何するかっていうと近所のホテルに一旦ちょっと仕事、うん、この仕事だけやんなきゃっていうんで、うん、こもるわけだ一回ホテル取るんだよセルフ缶詰ねそれから4年間そのホテルすごいねバカでしょバカでしょ長期滞在っていうことで長期滞在っていうことで値段割と安くしてもらうにしてもだって20万と払ってんだよ片方で荷物置き場だよね小川玉木さんと結婚されて僕その二人はどういう今生活されてるかそんな知らないけど玉木さんと一緒になってよかったと思うんでもうなんか面倒見てもらっちゃってると思うんですけど、はいはい、本当に自分のことが何にもできない人なんですよ、はいはい、本当にできないんですよそのダメっぷりがまあだから芝居のその構成力とかもうだから、うん、ピカイチなんかもうすごい域まで来てる今や来てるんですけど、うん、細かいことが何にもできないんですよね多分ね、だからものすごくホッとするっていうかなんか同じタイプの、はい、すごく立派な人っていう立派だそこまで行けば立派でしょ立派だね派で俺できないもんそんなホテル何年も住むなんてできないよねできないまあそのできないねできないな、まあ、もっと昇進だしね僕たちそう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 、ねうん、そうそうそうもったいないみたいな気持ちになっちゃうしねよしんばホテルに住むとしたらマンション引き払ってるしね引き払ってる、ね、ホテルの方がいいみたいなまあねあと捨ててるかもしれないね、いろんなものをね、はい、もっとねそうですかまあ本当に、うん、その労働者 K っていう本もね、うん、あとな夕刊フジかなんか連載してたやつがまとまったんですけどそれを読むと本当にキャラリーのサンドロビッチがどんなにダメなやつかがねいや本当にそれをね、まあ、ちゃんと書いてあってうーん僕はそうだ、ね、ケラーは好きだねケラさんいい人だなっていう感じがして、うん、まあ僕まあ久々に交流また復活したんですけど、はいはい、まあだから川勝さんがまた繋いでくれた感じもありますよね、だからいや完全にそうでしょう、はい、僕は榎本さんを見てて最近のね、はい、そういうこう復活のいろんな、はい、もう完全にそうだと思うんですよ ね他の人もそうだと思うし、うん、いろんなとこでそういうことが起きてると思うんだけど。カカさんのおかげだと思いますよ。カカさんがね うん、お別れの会でケラさんもその時に久しぶりもう本当に10、20年ぶりかな、うん、10年、15年ぶりのそういうのがあって、うん、また何かやろうよみたいな話になったんですけどね、うん、まあそういう感じで、うん、だから、まだしばらくやってると思うんですけど、うん、あ、そうですか100年の秘密、うんうん、すごくいい人豊崎さんも確か絶賛してたなあ、本当、うん、ツイートかなんかでこれはご覧になるといいと思いますと、うんそんな感じですね、はいはい、それでそんなことしてるうちに、はい、そんなことしてるうちにいやいやいやまあだからそうですね
5月3日に5月3日にいろんなことが起きたんですよ。だから5月3日はああそのお葬式もそうだったし、ああそうか、うん、はい、5月3日に県民ショー、ね、それで僕は見れなかったんですから、ああ、日本に日テレ日テレ日テレ、うん、県民ショーにて山田、まあ、埼玉特集だったんですね。今朝ねその DVD をちょっと見ました。はい、埼玉特集トップ扱いで、まあ、僕んちは、うん、あの埼玉美人の藤原さん、はい、山田うどん、山田食品の、切手のね、切手の美人秘書から、うん、あの5月3日にテレビありますから見てくださいねっていうメールをいただいていて、僕んちは、はい、山田切手の情報通、うん、山田切手のラジオマン、うん、はい、高橋さんから、あ、経理の高橋さんからそっちや、そうですか、ぜひ見てくださいっていう、あれあれ、じゃあ担当がそうなってるんですかね。あれ江戸さんともすっかりてっきり高橋さんから言ってると思ったんですけどね。いや僕んちは藤原さんですね。だから僕もやっぱ僕藤原さんしか来たことないですね。高橋さんだから俺高橋さんに、あ、じゃあぜひ見させてもらいますって返事したりして、まあもう 4,5 回のやり取りがそっからね、はい、ああそうですか、だから僕は藤原さんとメールのやり取りを、担当分かれてますね。担当なのかな担当でしょうやっぱりまあね、まあうん、まあまあそんで、まあ、やったと。で、まあすごい盛りね、あれなんか視聴率もすごい良かったみたいで、ああよかった、それ15ぐらいいったんですよ。本当終わった後に、はい、終わった後に、はい、まあ見終わって、はい、やった、やーってね、うん、なりますよね。まあ、あの取り上げ方もいろいろですけど、まあ、例えば会長が映ったり、あチラッと出てきました、ね、あのスーツでスーツでしたね、うん、まあ、そのいろいろあったんですけど、もう終わった途端に、あの山田コーナーが終わった途端に俺のメールすごいのおめでとうとかおめでとう見たよおめでとうとかね、メールがどんどんいろんな友達から殺到して、なん笑っていいと思うに出たみたいな出演もしてないのに俺何もやってないのにっていうね、はい、ことでしたね。まあ、で江ノ倉さんからメールもらったんですけど、はい、ちょっとこうやりすぎじゃないかみたいな、あ、褒めすぎっていうか、うん、で僕今朝見て、うん、褒めすぎです、うん、褒めすぎっていうかなんかちょっと変なリアクション。いや、その褒めすぎっていう箇所は何かっていうと、あのつまりスタジオにこうすごくうまいうまし、うん、とかさ、そうそうそう、すごいわけですよ。春日、オードリー春日とかうましとか言ってるんですけど、あのとかミノが、そうミノなんだ、ミノさんがすごいとか言って食べて、出汁がとか言うんだけど、そうそう、だからいかにあのケミショーで いつも褒めてるのどうなのかなっていう気がになったんだけど、うん、僕がらはずっと一貫して言ってるのは、うん、グルメじゃなくて、そうです、あれの普通さ、山田うどんの普通さを、うんうん、こそ愛すべきだと。そうです、だから、あ、普通だなって、山田だから、あのコメンテーターの中に、うん、ちゃんと普通って言ってた人もいた、はいはいはい、なんとかツバメ翼、増若さんね、うん、あの人なんかは分かってる、はいはいはい、懐かしいとか言ってる人は本当に食べてたんだなと思うんだけど、うん、ミノとかさ、あの和本舗とかさ、久本ね、オーバーリアクションでね、うん、帰ってわざとらしい、あ、やってやってんだね、いつもね、やってるもう何人かやってやってんだよ、やつらまあまあそういうね、うん、そういう、でまあでもまあでもトップですからね。もうあれ結構な長い時間だよ、山田コーナーが。ね。20分近く。で、あの見ましたよと、うん。で、メール殺到しましたと、うんうん。藤原さんにメールを返したら、藤原さんが、あの、可愛いメールですよ。嬉しくて、うん、あの、いただいたメール嬉しくて、社内で閲覧しちゃいました。何それ？かっこ笑みたいな感じで、もうなんか、おぉ。いやいや、って。頑張ろう山田みたいな感じで、はい、俺はあのその日見れなかったので、はい、高橋さんに返事ができなくて、あ、見ましたよしかないじゃない、もう返事するとしたら、はい、で今朝ですか、だから見たもんで、あ、はい、待ってたんだね高橋さん返事を、はい、すぐ来て、はい、でもなんかおかげでそのテレビ効果で、県民賞効果で、うん、もうあの各現場はすごいお客さん増えてるって、今日リポート、山田3号からまたリポート来ましてですね、はいはい、行列になってた、あ、本当、翌日行ったらしいんですよ、うん、そしたら行列、山田で初めて行列を見た、
それはやっぱりすごいね。やっぱそこら辺はね。まあでも山田が来てるってことは間違いないってことですよ。そうですね。はい、そうですよ。ちゃっかりはですね、ツイートのタイムライン見てたら、うん、みんなが山田、山田、それでこのタイムラインになる、うん、なるじゃないですか。そこに川出消防審査が、うん、が武田さんだね、うん、だから僕らの担当の、はいはい、武田さんが宣伝をという山田うどんですが、今北尾とろ柳一郎が再評価本を準備中ですとかねやってるわけだ。ものすごい やってるね、うん、やってた、うん、武田さん頑張れ、うん、それはやんなきゃね、はい、そんな感じでしたね。なるほどね。まあまあでもいいタイミングで連休だからそれはね。そうですね、うん、はい、天気もこの辺りはあんまり良くなかったんでテレビみんな見たんじゃないですか。天気が大体悪かったね、連休は、ね、そうそう、それもあったな、はい、うん、でも割とあれなんですよ、うん、何にも しなかったんですね。そのうん、しないです、しないです。いろいろこう、いやいや、僕はだからほら連休の一番の目的っていうのは連休中に iPhone をとにかく手に入れると。そうそう、いやだからあれですよ、だからそれで連休の最後にあなたたちは文学フリマ、文学フリマ、僕はアジスタに行くと思ってたら、うん、新潟のビッグスワンっていう会場だったんですけど、はいはい、新潟に向かいながら、うん、途中のドライブインで水沢うどんを食べて、お水沢うどんの写メを撮って、おあんたと、うん、平勝と木村かなに、うん、水沢うどんってね、うん、言って、文学フリマはどうですかっていうメールを3人に送ったわけですよ、はいはい、ただあんたのメールだけ返ってきたわけだ、切り替わってたえってアドレス買いやがったかなと思ったんですけど、うんうん、したら後でかなちゃんからトロさんも iPhone にしましたっていう、そうです、僕は土曜日にだまだ設定ができてないのかもと思ってね、難しくてね、難しいっていうかなんかもうわけがわけみんなすぐできると思うんですけど、最初にその電話帳、古いね、はい、電話帳をこう写すっていうのを、僕はてっきりほらそういうものはさ、やってくれるもんだって思ってたわけよ。まあまあ、まあ、普通さ、そんなぐらいは。まあね、まあ、やってくれるっていうか、その場で一回こうクラウドっていうか、あれに出したでしょ。それを、僕一回ね、家に戻ったんですよ。時間かかりますって言われて。はい、でまた電話がしますからっつって取りに行った時に、はい、2時間ぐらい空いてるんですよ、はい、ちょっともう万全の体制くれてると思ったら、うん、その場で、いや、あ、それは文学フリマの前の日、前の日土曜日ね、たね、そうそう、うん、もう閉店した後にね呼ばれて行って、はいはい、そしたらなんか説明、これこうでこうで、これが ID ですからねって、この番号で、うん、もう上の空ですよこっち、何言ってるか分かんないから、はいはい、でもできますから。それは何、 iPhone はいつかしようと思ってたんですか。そうですね、はい、かなり前から僕は、ね、人よりは遅いんですよ今年になってから iPhone に変えて、でもこの数ヶ月で北を取るとこんなに差ができたのかってねいつもなんか音楽鳴らしたりいろいろやってるじゃない、見せつけてるじゃないですか、はい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 、それに平勝もっと早いですし、平勝さん早いね、どうしようかとかみんな割とそうなんですよ、はいはい、で僕もこれ何、うん、これ、あ、これが必要性があったわけですよ、これが、これしなくちゃいけなかったんですよ、はい、それは何かっていうと、何ですか、まあ近いうちに、うん、まあ、夏とかね、それぐらいの目処にこのレポを、うん、レポはレポで作っていくんですけども、うん、まあバックナンバーとかを電子書籍としてもやりたいなとちょっと思って、はい、それでそれにはこの iPhone とかで絶対読んでもらいたいなって思うわけですから、うんうん、そう、パソコンじゃなくて、うん、iPhone とかスマートフォンで読めないと、うん、これからはダメだなって俺は思って、うん、それにやっぱ自分でいろんなものを読みたいと、うん、なるほど、いうことで、もう絶対この連休中には買わなくちゃと思ったんですよ、はい、まだ読めてないですけどね、いろいろそういう、それその前段階でもうじゃああれですね、すごいストレス、土曜日に、はい、午後8時過ぎに受け取って、受け取り深夜まで、うん、ずっとその電話帳をどうしたらできるのかっていうのを、まね、説明書を見ながら、うん、説明書通りにやってもできないんですよ、うん、そして文学フリマの日曜日行って、うん、もう平勝見つけた途端に平勝ちょっつって
平勝が隣にいて手を動かしてるのは俺だったと思うんだけど、うん、できちゃったんですよ。平勝がいるだけで自動的になぜか平勝がいるだけでほらできないでしょって言ったらできたんですよ、うん、あれと思ってさ、うん、でまあ電話帳だけは来たんですよ、うんうん、でそれからこう G メールを、うん、これで見れるように、うん、もうメールを一本化したいと、うんうん、そう思ってその設定も平勝さんに手伝ってもらって、うん、それ僕が来るまもう客が来てんのに俺たちねもうそうダメだなじゃあ中島東子が一人で頑張ったの。いやそれがさ、はい、中島東子が風邪ひきやがってえ来なかったんですよ。ピンチじゃないですか。大ピンチです。しかもいる店員は iPhone にiPhone もう客来ても今大事なとこだからってもうずっと下向いてやってるわけです。ひどいなおいおい午前中、はい、でこれはまずいっていうことで、うん、平勝は急遽かなちゃんに電話して、うん、SOS、はい、それで午後あの1時半ぐらいかなかなちゃん来てくれたのは。偉いなぁ。まあだってこれこの最悪のコンビですから、もうこれまで数々のイベントで、まあはい、最悪の烙印を、まあね、押されてるわけだから最強タッグですから ね、これまずいわけですよ。で実際午前中はあんまり売れなかったわけですよ。あ、ね、なんかあとでなんかレポがすごくいっぱい売れたみたいなことがなんか書いてあるか、かなちゃん完全にそうでした。もう完全に潮目が変わったっていうはあ、君たちはじゃあフラワーマンを呼んだんだね、はい、ドントさんでいうところが、はい、僕たちがいて売れるのは、はい、もう最初から買う気満々の人、うん、ね、うん、レポを買おうと思って来てる人、うん、誰が座ってようと買おう、うん、思ってる人だけなわけです、うん、かなちゃんはあれ何かしらってこうちょっとフラフラっと寄ってきた人をちょっとお姉さんちょっと見てってくださいよっていうとこから始まり、はい、さすが木村全権、木村全権パワー全開で、はい、これ面白いですよ面白いですよっつって言ったら本当買うんだよあもう1号から全部くれるっていう人がさ、なんかね 2,3 人立て続けにね万冊万冊万冊みたいな、俺ずっとねお釣り数えてる状態でダメですね。ダメ、僕らダメでした。そして木村全権は木村全権がピンチを救いましたね、ええ、完全に救いました、はい、救ったどころか、はい、むしろすごく売れちゃったわけですね。何冊売れたの。55冊ぐらいですかね。お、売れたね。そんな売れたことないんじゃないの今まで。ないです。ないよね。前回中島東子すげーって言ってたじゃん、はい、あの時は多分50冊ぐらいなんですよ。あ、でも中島もすごいね。でもだから中島しかいないと。じゃあ中島と木村が全権、そこだ夢の3桁ですよいやこれはそうですか。だってかなちゃんが実質ね、うん、まあ、かなちゃんもちょっと見たいからとか言って席を離れた時もあったから実質頑張ったので2時間ぐらいなんですよ。あ、それでまあ多分30冊はその間に動いたわけですよ、はいはい、もっとかもしれないです、うん、そう考えたら2人いてびっちり朝から声かけしてやったらこれ100冊売れますよ、はいはい、そうですか。かなさんの名言がありましてですね。なんですか。今朝言ってたんですけど、はい、今日釣り堀であると分振りは、はい、海ではない、はい、大きな海に、はい、なんとなく当てずっぽうで、はい、こう釣り竿を垂らしているハンティングではないのだと、うん、文学フリマというのは、うん、いわば釣り堀で、うん、買いたい買いたいって思ってる人がお腹を空かせた魚たちが回遊している場であると、うん、非常にこういい漁場であると。そこにお店を出している以上なぜ売らないのだと、うん、悔しくないのかと買いたがってる人ばっかりいるのに、はい、ねっていうことなわけです、うん、つまりこれは、初日のね教訓のある浅香書店さん、うん、浅香書店さんがタイムリーにこう声をかけてたことを、はい、まあちょっとパターンを変えてかなちゃんはやってたと思うんです。そうですね。客の気持ち忍ばずのあの一箱フローチに来る人も、うん、買いたいわけ買い来るわけですからね、うんうん、
ても売れないね僕たちは。僕たちだとね、まず寄ってくる数が違うから。違うね、うん、そこがね、まあそうなんですよ。なるほどね。でさすが木村全権。木村全権、はい、そういう目で見る。だって戸崎さんなんかもずっとサインしてますからね。戸崎さん、はい、なんかね面白かったですよ。戸崎さんの、書評王の島っていう、はいはい、書評王の島っていう、はい、まあ、書評がいっぱい載ってるやつなんですよ、はいはい、でそれはね多分あの、おとといの文学フリマが初売りなわけで、出来たてのほやほやを持ってくるからみんな待ってるっていう、うん、で豊崎さんも来るし、うん、まあ、3位ぐらいしますよっていうインフォメーションがすでにあるからみんな待ってるわけですよ、ね、そして豊崎さんの、通路を挟んで反対側に、はい、津田大輔さんがやっぱり、うん、ブースを出してたんですよ、はい、津田さんもいらっしゃってる。そうそうそう、来てるわけ。金髪 vs 金髪になってるわけ。それは派手だ。はい、そして津田さんのこう、はい、手伝いのスタッフは、はい、やっぱ金髪がなぜかいるわけですよ。はい、多い、はいはいはい、だからパッと遠くなんだけど、うん、見ると金髪がボロボロいる、うん、まあまあ、そしてそこだけ客がなんか群れてるというかこう、はい、わーっと盛り上がってる感じで、はい、あ、まあうちも北尾トロがいるんですけどねいや俺はもう これですからね、はい、まあ、ね iPhone ですから、うん、だから全然ダメなんですよ。はい、かなちゃんが、だから俺も、だからかなちゃんが来てから俺結構サインしましたよ。あ、かなちゃんがそれとどめの、はい、ここにいますよ、この人サインしますよって言うから、じゃあ買いますっつって買うんだね、あれ信じ言わなきゃ俺が作って、俺がやってて、俺がサインしますよってなかなか言えないもん。言えないですよ俺言えないですよ俺ってそこまで、まあまあね、そこまでは聞かれなきゃ、うん、北尾さんですよねとか言われたら、あ、そうですよっつって。だけど、はい、一箱フルフェンチの時に、はい、あれですよ、なんだろう、怪しげさんがこういうなんていうの、こうタスキね、タスキをミスター一箱フルフェンチ恥ずかしくないのかなあいついやいやいやね、それやりましょう。こうこう旦那もそれやりましょう。旦那も発注ミスターレポ北尾トロみたいな、あれは目立つ、とにかく目立つよね、うん、選挙に出てるサインしますみたいないやいや、そうですか、そうなんです。あれはね、旦那もやってくださいよそんぐらい。いや、やりますやります。いや、やるけど、はい、見てて思ったんですよ。例えば、はい、津田さんとか、はい、豊崎さんが、うん、自分から、うん、サインしますよなんて一言も言いませんから。違うんですよシステムが。どうすればいいんですか。まあ、スタッフがいるわけですよ。あ、ね、はいはい、まあ、書評の島できましたよ、出来たてです、買ってってくださいとかってガンガン声もう最初から出てて、はい、でもうそば、なんだろうなんだって寄ってくと、もう豊崎さんも来てますよ、あのサインもしますよってこう。で豊崎さんはマシーンなんですよ。それで、あ、どうもありがとうとか言って、うん、言ってるわけですよ。津田さんもやっぱそうですよ、うん、だそういう役割っていうのがあるわけですけど、はい、ね、わかりました、はい、そこをよろしくお願いしますなるほどね、ええ、じゃあまあ僕たち みんな周りが、ええ、北尾トロですよとサインしますよって言っていけばいいわけですね。そうそうそう、まあ、でも僕たちよりか中島東子とか、そうです、そうです、女の子が言 う、ほぼ買うなってところで行くんですよ。はい、ね、はい、最後のじゃあまあつまりこう次回は次回は三桁、そして、はい、北尾トロがマシンのようにサインをし続けるこう図が我々の水晶玉には映ったってことですね。11月です。もう見えてるわけですね。見えましたね、マシンのような北尾トロが今ね、うん、ビクトリーロードが3桁への道が見えました。そうですか、やっぱね、まあ、それはでもしっかりしてる、いっぱい売れてるなってとこはしっかりしてるよ。あとね、はい、俺たちのレポの貧相な、なんかこんなペロペロのなんかディスプレイも派手なんですか、まあ、他はかなちゃんが言ってたんですけど、はい、何人かにレポって何ですかとかね、知らない人もいっぱいいるわけじゃない、ね、何の雑誌ですかって、それ
それ何のせ、ただ冷房って書いてあるだ、1000円って書いてあるだけですから、はい、説明不足もいいところなんですよ。まあね、つまりこう、まあ、花と蝶みたいなことがあればあんまり綺麗な花になってないわけですよ僕らはね、うん、甘い蜜があるような感じに なってないということですね。ちょっと分かりにくかったかな、まあ、ちょっとちょっとね、まあまあ、はい、次楽しみに。ああそうですか、うん、まああんまり欲張ってもいけないですけどね。いや文化フリマは、うん、まあそれは売れた方がそれは楽しいですけども、はい、まあ僕も結構買いましたよ。あ、はい、うん、お客さんとしてもこんなんで、まあ一箱古本市に比べてインドアだし、うん、まあ、ちょっと蒸し暑かったですけども、こうまた違う、はい、うん、文学フリマってなんか行ったことないんですよね僕まだ。もう10年以上やってるんじゃないかな。最初はね、青山ブックセンターがまだあった時に、はいはい、そこの会議室みたいなところで始まったんですよ。その時は本当地味でね、はい、まあそれは地味だよなと思ったの俺。やっぱりみんな文芸的なね、うん、サークルのなんか小説とか、それがあんな風になるなんてねっていう感じで、なかなか、はい、はい、まあそれがだから連休の最初と最後にそういうブックイベントがあって、うん、しかも手応えをつかんだ。そうですね、北尾トロが、手応えをつかんだこの2回いいなわけじゃないですか、はい、はい、そうですね、それはすごく良かったね、はい、まあそれはでも手応えをつかんでないのが iPhone だこれ僕はもう昨日電話したんですよあんたって、いやそろそろかなと思って、でもまあメールつながる様子がないし、一応もうなんかもう電話 ね電話してみて どうすかって言ったら、うん、音がね小さいんだよそれを聞いた。結局なんか最初に買った時についてるあのこうビニールのペラッとしたやつを、そうそうそう、まだこれね、これがね切ったんですけど、切ったってここまだつけてんのか、つけてんですけど、それ取れ、取った方がいいか、これはこういう状態になってたわけですよね、こうピタッと。あ、それで俺はこうやって、はい、なんかやけに俺の音量が小さいと、うん、壊れてんじゃないかって聞こえない、うん、こっちはでっかい音ですよ、うん、聞こえないから、それでほらなんか言ったらボリュームオンするにはどうしたらいい、設定じゃないのかなとかそうそうそう、まだ撮ってないと思わなかったんで、まあそれで榎本さんに言われた時やったんだけど、どうも変わんないなと思って、はいはい、ちょっと打ち合わせ中だったんですよね、はいはい、でも戻って、いやなんかねダメなんですよって言ったら、一緒にいた人があれそのシート剥がすだけでいいんですよって言われて、はい、すごく大きいでしょモニター。そうなんですよ、もううるさいぐらいになっちゃって急に、はいね、これどうですか iPhone はこうなんかこうこれは面白いぞとか、なんかさっきその Siri、 あ Siri ね、 Siri 教えてもらって話しかけるっていう、はい、とか、はい、Siri ちょっと Siri ね、 Siri やってもいいよね、ここ、Siri、この場でこれ長押し別に著作権とかじゃないよね。おーい帰ってきたよ。じゃあもっとちゃんとここがマイクなんで。一郎さん、私には理解できません。理解できませんですよ。これね、あと、ね、眠い。原稿書いててちょっと嫌な。全然寝ていないんですか。あ、こっちは運転中じゃないですよね。違うこと言った。眠い。眠い、超眠い。申し訳ありません、理解できません。これね、今すぐ iPhone 置いて寝てくださいとか言ってあ、本当よ、嫁ですよね。あの嫁ですよね。結婚しよう。まあ素敵、でも何か他にお手伝いできることはありませんか。ちょっとやんわりね、うん、やんわり断ってますね。あとどのアップル製品にもそう言ってるんでしょとかね、いろんなことを言うんですけど、あ、まあ、ちょっとこれはちょっと面白いよ ね、まあ、何時に起こしてとかね、そういうのに使えます。そう、はい、まあだから本当初心者なんで、シリコって呼んでます、うちは。あ、まだ僕名前が使って、名前をね、うん、一郎さんっていうのをこう覚えてくれる、うん、そうですね、トロさんって覚えてもらうと、トロさんって言ってくれたりしますよ。あ、本当、はい、
まあ、勉強します。たった何ヶ月しか違わないんですけどね。いやいや、その差でかいって。ものすごい追いついてみせるけどね、俺は。追いついてみせるけどね、ときたか。でもね、父さんね、はい、僕たちよりひどいやつがいるんですよ。はい、ケラです。ケラね、その、ケラさんね、はい、その、労働者 X っていう本をね、うん、読んでて、感動したんですけど、うん、あの、ケラさんって、うん、免許証持ってないですよね。はい、で、ID に使えるものが、うん、パスポート。保険証。保険証。はいはい。しかないわけですよ。はいはい、まあ、パスポート。もどっかにあるかもしれない、うん、保険証ね。ほ、うん、で、ね、一回そのずっと使ってた携帯が壊れたんだって。うん、で、そのキャリアに、うん、行って、うん、修理すると、うん。修理のする間に代替機を貸してもらうじゃないですか。うんうんうん、代替機を使ってたんだって。うん、ただそのうちに元のやつはもう壊れちゃってどうにもなりませんわ。あ、はいはい、って言われて。はい、それでそれじゃあ 新しい機種に普通に機種変更、うん、機種変しますよね、うんうん、その際に ID が必要なんだって、うん、で保険証だと思うんだけど、うんうん、保険証俺どうしてたっけって思うと、芝居屋なんだとかなんかんないろんなことで忙しくて、うん、その区役所から来る、ね、郵便が来るじゃないですか、うん、開けてないんだそれが、うん、受け取らないまんま帰っちゃうんだよ区役所に。あ、だから、はいはい、区役所に行って保険証俺の保険証どうすかねって言ってもう一回もらう時間があればいいんだあんだけど、うん、どうもそれができないと、うん、ので、うん、しょうがないんでなんとさっきのあの4年ホテルと同じですよ。その代替機を使い続けるんですよ。代替機はあの本当に代替してる期間だけならまだあれかもしれないですけど、うんうん、代替もう修理これ無理ですってことになったら、うんうん、レンタル料がかかるわけです。あ、そりゃそうだよね。それをずっと使い続けて膨大なその代替機が故障したんだってさ2年後に。でそれを持っていくでしょ。で今回事情があれですけどでも保険証がないんですよと。で一つここはもうこれ代替機も壊れたわけだしお願いしますとそのキャリアっていうかその会社の人に言うわけですよ、ね、はい、ショップの人に。そしたら、うん、それはやっぱ規則ではできないんですよと。代替機の代替機を使うっていうさ、すごいね。すごいでしょ。面白いね。その間にだからお前いっぺんを区役所行ってみろと言いたいですけど僕たちは行けない行けないんです。行けない、なかなか行けない。これは本当にすごいよね。そのなんかそれは尊敬に値しますね。ねえ、なかなかなやつでしょ。俺はケラさん好きだ。うん、おそれは真似できないね。できないね。お前 iPhone も連休初日からずっとこう iPhone のことばっかり考えてて、はい、まあ今日は天気悪いしなとか言って、でも土曜にやっぱり行ったからね。ああ今日行かない、もう明日文学フリマだし無理だから今日しかない。しっかりしてるよ。しっかりしてる。まあでも夕方だったけど。ケラさんも現あの 脚本を送れるとはいえちゃんと講演とかはやってる、ね、やってるからね、うん、だから私生活のちゃんとしてることはちゃんとしてるんですけどちゃんとしてないところはひどいよっていうかなかなかいないぐらいのクラスの、ね、それはいないね。人ですよね。スパンが長いからね。スパンが長い、うん、だからつまりあれですよ、あの自分の部屋がいっぱいになっちゃって、うん、家賃は20万払い続けてて、うんうん、ルドにホテルに住んでる時に代替機の代替機を持ってたりするわけですよ。めちゃくちゃでしょ。そうだね。すごいですね。なかなかなんかもう本当にさすがさすがですよね。さすがですね。まあロックな生き方いやなのかななんかわからないですけど、はい、すごいですよね。でもまあなりがちですよね。なりがちですよ。でも気持ちはすごく気持ち分かります。近接してるじゃない僕たちと。僕たちに近い人なの日高智吉っていうレポートを書いてる、はいはいはい、あいつはね、はい、もう多分20年ぐらい前に、はい、多分その頃独身だったと思うんだけど、まあ、結婚することになったのかな、はい、なんか、まあ、一緒に住むことになったのかな、はい、その本がいっぱいあった。特に漫画家だから漫画がいっぱいあったんで、うん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 、レンタルスペースみたいなとこ、うん、倉庫みたいなとこにとりあえずぶち込んでそのまんまです。まだ借りてます。あで聞いたのよ、山さん、はい。それはあのその間に一度たりとも
例えばこうもう一回読みたいなとか必要だなっていうことはあったのって言ったら一回もないそうです、うん、ただ置いてあるで前まあ知れてるけどねそれはねホテル代に比べたらずっともうね考えるのも嫌だとトロさん、はい、まあ本当は白状したくなかったんですけど僕の話を聞いてくれますか僕はですね、結婚して、はい、今年で20年になるんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、20年になるんですけど、はい、独身時代の部屋が、はい、そのままあります。借りてんだ。まあそうですね。そのままなんですか。最初はそこに行って仕事をそんなん住居機能と、はいはいはい、その事務所機能、うんまあ、仕事場として残そうと思ってたんですけど、うんうん、行きゃしねえ、うん、ですよ、うん、じゃあそこはあの空っぽなわけじゃなくて人とちゃんとデスクがあって昔使い慣れてたデスクがあってあの本棚とかあり、はいこう要するにベッドがありでこう、はい、そこに猪木さん住んでたの住んでた場所はどこなんですか恵比寿です遠いねそれ遠いわあれどうにかしなきゃいけないなそうだねいやなんかあれどうにかしなきゃいけないなケラさん笑ってる場合じゃないなどうもそうだねうん、うん、まあなんか面白いことができるんじゃないですかそれでまあスペースを持ってるってことですからうんね、うん、それを単に荷物を片付けて引き払うっていうのはちょっとこの20年に対してですちょっと申し訳が立たないっていうか、はいはい、20年前着てた服とかあるんですよそれは面白いですねはいタイムスリップできるわけですね、そこ行くと。まあね。たまには行ってんですか、空気入れ替えにとか。全然行ってない。恐ろしいことになってるかもしれない。恐ろしいことになってる気がするんですよね。うん。それはなかなかいないと思いますよ。はい。20年は、はい、なかなか。割と片付いてますよ。多分。うん、まあまあ。まあ地震でどうなったかは知らないですけど。まあまあね。地震もあったしね。あったしね、えー。割と片付いてる。引き落としになってるわけですね。まあね。うん、できねえな、俺それ。まあ、僕らはちっちゃいですよ、僕は。俺はケラさんぐらいですか、今急に。結構今格が評価がぐーんと上がり。負けてないですか、ケラさんに。もしかしたら。ケラさんはでもね、うん、なんかもうちょっとドラマがあるじゃん、そこに。ありますね。うん、はい。猪木さん放置だからの放図ですね、うん、でもまあちょっと俺よりはあるな僕のこの20年放置してるものはね、はい、ニフティサーブの、うん、ちょうど20年ぐらい前だと思うんですけど、はい、初めてパソコンを買ったりして、うん、もうちょっと前かなニフティの会員になったんですけど、はい、その会費みたいのをなんか何百円かなんですけど、はい、ずっと払ってて全く使ってないですよ電話一本するとすぐ解約できるらしいんですけどそれを聞いてからもう10年ぐらいになるんですけど、はい、なんか電話しないんだよね、うん、その手ちっちゃいでしょ、まあうん、ね、はい、まあ、そうですか嫌なこと思い出しちゃったな俺それは初めて聞いたな嫌なこと思い出しちゃったな忘れ いつも忘れるようにしてる場所はいいしさはいまあねうんそうですよねそうですねはい、まあ、やっぱ人間あれ隙がないと川勝さんがね、うん、当時ね、20年前ですか、うん川勝さんの影響で僕が買ったペリカンの万年筆がそこにあるんですよすごくいいんですよあペリカンじゃないモンブランの万年筆、うんうん、あれ取りに行きたいなって時々思うことがあるんですけど
まあ、取りに行ってないんですね。行かないんだよね、はい、ああいうのって例えばあの昔バイク 50cc のね、はい、バイク乗ってて、うん、もういらないなと思ったわけですよ、はい、でもその廃車にするっていうのはよく分からなくて、あどうし、まあ、でも置いとけばいいのかなと、はい、あ何年ぐらいあったかな、なんか税金取られるんですよね、税金取られるんだよな、でもまあ知れてんだよ、はいはい、知れてんですよね、そこがミソですいろいろなんか知れてるんで、まあいいかと、うん、この1年の間にはケリをつけようと思うんですよ、うん、と思ったりね、うん、もっと稼げばいいかと思ったりね、そう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 思ってるうちに、それはケラさんと、ま、ケラさんも根本的には一緒、同じだね、同じっちゃ同じです、うん、あれど最後はね、はい、でもどっかに持ってったね、バイク屋かなんか持ってって金を取られたような気がするね、結局、あそのバイク王に電話するといいみたいですよ今、あなんかそこら辺のバイク屋に持ってって、はい、もういらないから捨ててくれと、うん、でなんかナンバープレートがどうとか言ってるから、うん、全部もうそれは、まあ、やってくれと、うん、みたいなことでなんかいくらかを取られて、あすっごいこうせいせいした感じにしましたけどね、せいせいするだろうね、割とやっぱりちょっと引っかかってる、ニフティやった方がいいですよ、せいせいするよいやらしいんだもんあれ、ほんと前つ なんだこれと思ってさ、うん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 、確かに一回も使ってないわけですからね、うん、まああの最近で言うとですね、この前思い切ってそあの一つ型をつけたことがありましてですね、はい、あの僕のネットの、サイトね、自分のサイトです、あ、はい、うん、自分のサイトあるとこから借り、なんていうか月にいくらとかで借りて、うん、それが妙に高い3000円ぐらいなんですよ、うん、でかなちゃんから、うん、そんなの今時ね、ただのそう、まあちょっと広告入るかもしれない、明らかに無駄じゃないですかとか言われて、うん、そうだよねって言ってて、で普通に借りたちゃんとしたの借りたって今時年間1000円とかさなんですよ、それもうなだいぶ前に言われてて、木村全権は偉いなそしてかなちゃんが、うん、じゃあ悪いんだけどかなちゃんその辞めたいから、うん、辞めるための手続きみたいなのをプリントアウトしたりしてやってくれば俺できると思うって言ってプリントアウトしてもらって、それでしばらく何ヶ月かするとそれがなくなるんですよ、なくなるんですよなくなるんですよ、そうなんですよ、で悪いけどもう一回ちょっと書き間違えるんですよそうそうそう、何回やってもそう、はい、最初のねとこがねややこしいんですよ、 ID とかみたいな、うん、でこれを ID をやるには確かめなきゃいけないんです、電話したりしなくちゃいけない、うんうん、まあいいかってなってて、でこの前ついに電話しまして、辞めたいんですけどって、はい、かなちゃんに待って、待って、辞めたいんですけど僕自分の ID がわからないんでって言ったら、もう簡単にできて、スーッとね、いいなできた、いいなあとはニフティだけだあとはニフティだけだあ、もうだって金捨ててんのと一緒だから ねっていう言われるとわかるんだけどね、なかなかこれが辞めるといえばね、僕はね、生命保険を辞めたことがあるんですよ。また違うのに入ったんですけど、はい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 、すごい割と高いやつに入ってたのね。はいはい、うん、で、ある時うちの奥さんが、これは辞めた方がいい。見直そうと。っていうような話になり、うん、乗り換えようと。みたいな。うん、なんか死亡時5000万ぐらいのやつ、あ、はい、入ってたんですよ。はいはい、調子に乗って。うん、でね、それ割と大手の会社ですよ、うん、あの日本の会社、大体わかります、はい、それがね、あの窓口が、うん、に行って、うん、辞めますって言いに行かないとダメなんですよね、っていうかそれが一番やりやすいらしいんですけど、うん、それはね、あのね、上野だかなんだか、うちの近所でいうとなんかそこら辺の、うん、ちょっとなんか昭和通り沿いのビルの、うん、ちょっと上の3階ぐらいのとこに、うん、こうその、うん、受付があるんですけど、はいはいはい、時間がものすごく短いんですよ。あ、割と俺が行けそうな時間にああもうすぐ3時ぐらいしまうみたいな、なんか割と、うんうん、俺それお昼頃に起きるからもうあとちょっとしかないみたいな、そういう感じなんですよね、うん、で行ったら、うん、ものすごく初老のね、うん、男性がいるんですけど、うんうん、はぁとかため息つく、ああもうなんかとかね、ため息ついてるような人で、うん、
おやめになっちゃうんですかとか言うわけですよ。で、はいとか言うんですよ、うん、いやいやいやとか、いやこれがとかさ、何年お続けになりましたよねとか、こう窓口で客を前にしてそんなにため息つく人っていうのに僕は会ったことがないのでびっくりしたんですけど、もう一度考えますわけにいかないですかね、はぁーとか言ってて、うん、まあ僕とりあえずしょうがないんで一回じゃあ持ち帰りますわっていうことになったんですけど、なるほど、それで、うん、それがかやつの作戦だったってことに気がつくんですよ。2回目に行った時に、うん、やっぱりやめますって言ったら、うん、はいって言ってもうねため息一回もつかないでさっさかね手続きしてはい終わりましたって。だからね1回目の人の時はため息ついたりしてやるんだよ。もうなんかものすごいなんかこうなんもう会社ではね泣きの山だとか言われてるんですよ。言われてんだよね。言われてんだよ。大敗しきったね。かなんかこう妙にこっちが悪いことしてるみたいな気持ちになるしてるような。ああいるいる。すごいですよあの人、うん、いるいるいる。新聞会議員とかでもうまい人いるよ。あ新聞会議員って怖いイメージあるじゃない、はいはい、推しが強いイメージ、はい、たまに全然押してこない人いるんですよ。あ勧誘に来ちゃっ、まあ、仕事なんで勧誘に来ちゃって、はい、もうなんか洗剤かなんか持ってて、はい、ダメとは思いますけどもうそれちょっと愚痴から入るような感じの、いや、はい、分かってんですよと、うん、ダメなことは分かってんですけど、うんまあ、一応来るだけ来てみました。あまあダメでしょどうせみたいな感じで、まあ、動かないんですけどね。その保険の人もみんな辞めちゃうんすよねとか言ってたちょっとねクラッとくんだよね。でもこうやここで、うんうん、そう折れるわけにいかないなと思って、うん、いやちょっと無理ですねって言うんだけど、いややっぱため息みたいな感じで、やっぱりねみたいな感じで、はい、やっぱりねって言われても、うちはもうずっとそうですからって、はいはい、言って、まあそれで去っていくんですけどね、うん、やっぱそういうタイプだから本当にそういう人かどうかは違うと思いますよ俺は、ね、うん、その一つの芸として、そう自分のやり方、営業のやり方なんですよ、はい、なかなかね。まあそうですよね、その保険会社にしてみればそこで契約を取りやめにせずにでかいでかいそのまま続ければ、うん、まあポイント高いですよね、いうようなもんですからね。山ちゃんまた一人救ったねみたいなね、ねえ、まあ、契約取ったみたいなもんだよね、そうそうそう彼がね。そう、うん、でかいね、今の一生みたいなことですよ。ですよね。あいつほぼもうだから俺がいるのと木村前家がいるの違いみたいなもんで。まあまあね。グラグラしてたのよく引き止めた。あだからつまりあれですか、僕たちこのゴールデンウィークに学んだことはそういうことですよね。そうですね。人はね、ええ、こう人は人次第っていうんですか。まあ、心理学ですかね、駆け引き、はいはい、まあね、うん、有意義な連休で、まあね、あとは寝てたんですけど、はい、この日だから俺本当にね多分一文字も原稿を書かなかったですね。本当いわゆるお仕事の原稿ね、一切書かずに、もう最後の方は書かないぞってもう決めてましたから、はい、ここまで書かなかったんだったらもう連休明け締め切りなんだけど、もう約束したんだけど、それはそれだ書かないと。でもまあ気持ちいいですよね。気持ちいいなんかね本当に完全にここはもう遊んで、そう文学振りまで締めて、うんうんうん、書かないでいいんだったらね。だからさ僕よくあんまり寝れない日とかさ、うん、にね、うん、でもよく考えてみろと、明日原稿書くのかと、書かないよと、うんうん、眠くても平気みたいな感じで、はい、すごいなんかむしろ解放感のある感じね、うん、なったりしますよね。そうですね。まあまあまあでもまああれだね、僕らはまあそういういろいろ面白かったり有意義なこともあったんだけど、うん、堀さんだね。そうですね。堀さん残念です。ちょっと本当にいや僕ちょっとどんな感じの一回ちょっとちらっとご挨拶したことあるぐらいだと思うんですよね。
感じがいい人だなぐらいな、そうですそうです、感じですけど、若かったんじゃないかな意外とっていうか、なんか、うん、すごい若い方じゃないかなみたいな感じがして、うん、ちょっとね実年齢よりちょっと若く見えるような、38というとナンシー関は39だったんですけど、ああそうか、うん、早いよねやっぱね、ね、僕らも今もう50超えて考えると、うんうん、30代ってちょっとね、そうですよそうですよ、って感じですもんね、そうそう、で彼女2冊ね、うん、はい、最初は銭湯が好きで、うんうん、であ、はいはいはい、そのね葬儀に行って分かったんですけど、うん、やっぱりね僕らが知ってる堀さんっていうのはもう会った時にはすでに1冊本をもう出してて、うん、それ銭湯の本なんですけどね、はい、そして2冊目に取り掛かるというあたりで、うん、もう結構ほら頑張ってんなみたいなとこを知ってるわけですよ、はい、だけど行って分かったんだけど、その前にやっぱりもうずいぶん前から要するにミニコミっていうかフリーペーパーみたいなのを作っちゃ、いろんなそれこそ忍ばずあたりの、うん、古書放浪とかに置いてたり、でそれを見せてもらったんですけどね、はい、そういうこうなんていうかな、やっぱ好きで その時ももうすでに銭湯なんですよ、銭湯回ってるわけですよ、うん、だそれが結実していくっていう、うん、やっぱ何年もこう、うん、ね好きでやってることがだんだんと形になっていくわけですよ、だからその、酒場のねその2冊目の本にしても、はい、ミロンガの本にしても何年も働いていて、うん、そこお店が作っている なんていうのかな雑誌というか、うん、それに書いてたんですよ、うん、そういうものがやっぱりこう面白いってことになって、うん、じゃあ本にしましょうっていうふうになって、やっぱこうなんか蓄積がね、うん、だんだんと形になっていって、うん、だから本にしてみるとやっぱ これからっていうか、うん、まだちょっと残念なとこあったと思うんですよ、なんかやっとその やり方じゃないけども、あこういう感じで 本っていうのが作れるんだとかね、うん、人間関係が膨らんでいくとかそういうのがこう分かってきて、うん、で自分の周りのこう、まあ、人たちとかいろんな付き合いも広がってきて、これからじゃないですか、そうだね、そういうタイミングだったから、うん、すごい本当残念なんですけど、なんとも言えなかったね、だからいっぱい友達が本当来て、はい、海外の海外放浪して、それこそパリとかね、はいはい、アフリカとかで、だからその頃の旅仲間とか、うん、人も来てたし、うん、そりゃ面白そうな人だね、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あへえっていう、でみんなほらやっぱり礼服着てたりするからわからないじゃないですか、うん、でもちょっとその集まる場があって、うんうん、まあ、隣やった人ちょっと話したりする、聞き込み耳に挟んだりするとね、いやあそこで会ってとかさ、うん、ああそうなんだとか、うん、そんな感じでね、うん、まあ、まあでも、まあ、考えようですから、だからそういう、まあ、どっかで僕らも接点があって、うん、まあ、書いてもらえたことは良かったなと、そうだね、うん、本当にね、うん、妹さんとかお母さんとかもちょっと話をして、はい、そういうことですから、やっぱりこうやりたいことをどんどんやった方がいいねと思いました、そうですね、うん、何にしても僕はケラさんを見ても思いました、うん、ケラさんの芝居がすごく良かったんだけどさ、うん、そういうさっき言ったような日々の中から中で、はい、もうボロボロになる、だから本当に多分10代ぐらいの時から変わってないんだよあいつ、うんうんうん、ずっとそういう感じで、うん、あの人ももうだ50近いけど、うん、和むとかね、ね、やってやったり、うん、その自分の持っているエネルギーを、うん、こう割ともうそこにもうわーってぶつけ続けて、うん、他はどうでもいいみたいな感じなんですよね、本当になんか、いやだからそうやって やってて、いややってきやってきた、例えば芝居健康劇団健康から始まってずっとやってきた、うんうん、だんだんすごい洗練された表現の域まで来たりしてるんだけどさ、うんうん、だけどそれは基本的にはずっとその
自分のエネルギーをぶつけ続ける時間、うん、徹夜する時間とか、うん、ちょっと寝てまた起きる時間とか、うん、みたいなのをずっとやっていく中にあって、うん、つまり好きなことをやり続けるですよね。ですよ、うん、それは素晴らしいなっていうか尊いことだなというかさ、うん、まあいやケラさん最高だぜって思ったりしたんだけど、まあ、そういうね、まあ、大体こう何が欠落してるかってとこで、はい、なんとなくこうなんていうのかな、あるじゃん、デコボコだからデコボコだからね、なんとなく平均的にってそんな面白くないじゃない、うん、なんかもうこうここに関してはもう全然ダメだけどここに関してやったら面白いとか、うん、そういうのがなんかこう割と好きですけどね、僕そういうタイプの人、はい、好きですね、うん、そういう人が好きです、そういう人がいいですね面白いしね、やっぱりね笑わしよんなと思いますよね、本当にね、うん、僕ちょっと、はい、や今はしゃべりながらどうしようかなと思ったんですけど、はい、じゃあそのケラさんの書いたやつを読んでいいですか、うん、読んでください、これなかなか、ね、これ持ってないとなかなか読めないからね、はい、これをですね堀さんに捧げます、はい、まあちょっと長いので全文は無理なので、まあ時間の束、記憶の束っていう原稿なんですけど、うん、振り返ると、まあ、ケラさんと川勝さんとかいろんないきさつの話をちょっとした後に、うん、まあ、僕たちは攻撃ばっかりで守備がおろそかなサッカーチームだと、うん、3点取られたら4点取り返せばいいんだと思って暮らしてきたっていうでね、なんだけど川勝さんが亡くなっちゃったのは、まあ、その取り返しがつかない失点で、うん、平手を打ちを食らったみたいに僕らは人生ってものを直視することになる、川勝さんが亡くなったことは鏡みたいなところがあって、見る者の自分の姿を映し出すんですね、ちょっと偶の音も出ない感じになりましたとか言って、うん、そうだな、川勝さんが思い出させてくれたことは多分今回の芝居と関係があるんじゃないですか、それは時間の束みたいなものなんですよ、束だと分かりにくければストックを思い浮かべてもらってもいい、振り返ると人生は時間の束なんだ、記憶の束であり、付き合ってきた稲妻の束であり、あるいはそこから浮遊して粉雪みたいに降ってくるイメージの断片なんだ、僕も川勝さん、あ、ケラさんも20代の一時期川勝さんといろんな仕事やなんかで濃密な時間を共有して90年代のある時期からあんまり会わなくなった、まあそれぞれ持ち場のことが忙しくなったんですね、だからそれぞれが自分にフラッシュする稲妻と付き合ったんだと思う、それを誠実にやっていくだけ、僕は川勝さんにもケラさんにもご無沙汰を詫びたいと思うけれど遠くにいても信用していた、しょっちゅう会ってなくてもそう思える人がいます、そしてしょっちゅう会ってなくてもつながっていると思える人がいる、その確信みたいなものは何かっていうと自分の中にある時間や記憶の束なんですね、それが現在の自分を取りまとめてくれてるんだけど、それは僕一人じゃなくて川勝さんやケラさんも関与してた気がするんです、世間的にはこういうの同じ釜の飯を食ったみたいに言うんですかね、まあケラさんとは牛丼屋で確かに同じ釜の飯を食ったんだけどね、で話は飛ぶけど僕は義理の兄貴を40代の若さで亡くした経験があって、義兄は一人者だったんだけど部屋を片付けて名刺の整理をして連絡を取ってみる係になったんですね、妻もご両親も学生時代の友達なら知ってるけど仕事関係の付き合いがわからない、すごく変な電話をかける役回りでした、〇〇の義理の弟にあたるものでえのきどと申します、実は義兄が亡くなりました、机を整理してあなた様の名刺が出てきたのですが義兄はあなた様とお付き合いいただいていたでしょうか、全然思い出せない人もいた、まあそうですよね、名刺交換したくらいじゃ思い出せない人も多い、絶句してお悔やみを言ってくれて、だけどお通夜や告別式の日時は聞いてこない人もいっぱいいる、たまに電話口で泣いてくれる人もいたな、人生が時間や記憶の束でできてるって思ったのはその時からです、人が自分を取りまとめてる間は束がギュッと弱えて あるのかもしれないですね、亡くなったりして結束がほどけたら、これ平勝平勝いや、もうそろそろ画像アラームですシリに頼んどいた、これはどうしたら、こうすれば平勝さん残念ながら結びは下げまではいきませんでした
亡くなったりして結束がほどけたら記憶を抱えているものがもう一度ギュッと結び目を作って忘れないようにするしかないんだと思う。だからあれです、自分の人生は自分一人で生きてるみたいに思ってるけど案外そうじゃないですね。義兄の例を考えても自分を少し知ってる人が少し生かしてくれてて、強く記憶してる人が強く生かしてくれてる節がありますっていうまあ原稿なんですけど、意外と長かったですね。いやいやいや、そうですよね、はい、そうなんですよ、はい、こう僕ほらこのその一箱フローンチの時に、うん、だから僕の昔付き合ってた女の子が、はい、女の子じゃないんだけども、はい、女の人なんだけども、はい、予告もなく来て大学時代の彼女。ああそう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 。でまあ同窓会で一回会ってるんですけど、はい、それ以来ですか、何年ぶり。いやいや、会ったのはだから同窓会が2年前ぐらいにあって、はい、それ以来なんだけどね。だからその同窓会の時におーっていうのはもうすでにあったんだけど、うん、それ以来なんだけど、こうなんかこうなんていうの、ああいう独特の、まあその昔のことは昔のことじゃん、もうお母ちゃんになってて、はい、でこっちはこっちでってあるから、こうがなんかこう、まあ、それはそれとして、うん、そっからこう何十年も、はい、でこうなんというかこう出来上がってきている、おこんな風に仕上がったのかお前みたいなとこがちょっとあるんですよ、うん、よしみたいなのがね、なんかってなんかそこがこう嬉しいというか、昔濃密にだから恋人だった、濃密に付き合っていて、うん、その後の人生でどういうふうに出来上がったかについて、うん、お互いに分かってない、うん、だけど会った時には、うん、そうなんだって分かる、ね、まあまあそんなような向こうは知りませんよ、知りませんけど、まあ、俺はそうなの、うん、だからあもうあもうなんか幸せそうだねみたいな感じでね、だしまあ、うん、そういうふうに多分生きたのかも、生きたんだなっていうふうな感じが想像できたりする。そうそうそう、なんとなくね、はい、僕はケラさん全く同じだったわけです、このゴールデンウィークに、うん、彼がやった芝居を見て、うん、本当にそうだったんですけど、うん、20代の頃とか知ってて、まあでも信用してたんですけど、うんうん、あこんなに やりやがったかっていうさ、うん、だから意外に変わる人もいるんだろうけどね。変わる人もいるんだよね、うん、変わんない。だからまあ自分が嬉しいだけかもしれないけどね、この自分のこう大事にしてるものが、うん、まあ そんなに変わってないっていうことに対して、うん、そう俺が抱えてる結束だからさ、それはさそうそうそう、俺がケラはこういう感じっていう言われてあるやつだから、よしみたいな、それがこうまあだいぶその先に行ってるんだけど、うん、繋がってんねっていう感じだからさ、うん、そうそうそう、まあ、その彼女もきっとそうだよね。そう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 、はい、そういう自己満足なんですけども、うん、まあでもそういうのってありますね。というかまあ割とそういうのが ほとんど一番大事だね。一番大事ですよね、うん、だからまあ堀さんのこともギュッと言われて、うん、僕たちもね、そうですね、あのとついね思います。まあ安らかにっていうことですか。はい、そうです、はい、そう思います。終わりましょう。お知らせ類は、あ、お知らせが、お知らせ類、お知らせ類、まあ、全部行かなくてもいいです。はい、あ、お知らせいっぱいあるじゃないですか。なんだ、あ、そうそう、俺はじゃあ順番いきますね。あさっての玉結びっていうラジオ、キラキラの後番組、うん、はい、にちょっと出て、はい、山田やります。あ、そうですか、僕は11日金曜日ね、文化放送くじまるジャパンに出て山田をちょっとやります山田やるんじゃん山田、何をついて話したいですかって言うから、はい、それはやっぱり山田ですねって答えた山田ですね、はい、まあ、TBS でもやってください、はい、5月13日これトロさんです。第62巻西荻ブックマーク、はい、平松陽子さん、はい、まあこれね、あのかなりチケット売れてるっていうか予約入ってるみたいな噂そうで す、ね、ですけど、まだ若干西荻の話から始めてどうなるか分かりませんというタイトルで、はい、平松陽子さん聞き手が北尾トロさん、はい、という西荻ブックマークが開かれます、はい、お問い合わせください、はい、これは16時半オープン17時スタートということですね。こけしや別館2階です、はい、1500円です。
そして来週5月15日は次回のレポ TV、 これは発送日か。あ、そうだ、発送日、チビレポの発送日になりますね、はい、早いね。で、収録放送の予定ですと。はいはい。それからそのちょっと先になりますが、一応念のためにやっておきましょう、うん、はい、5月19日土曜日、北尾トロさんは栃木県の栃木蔵の町角映画祭に、はい、まあこれトーク決定したんですね。裁判長、ここは懲役4年でどうすかの、豊島圭介監督と北尾トロさんの、まあ、ことを上映後に遊びに行くって言ってたらアフタートークがあります、ね、場所は栃木高校の講堂です。そうです、高校です。はい、はい、これはぜひあのご近所の方、そうですね、そしてまあ、フロアミチも やるみたいだから、ね、監督と原作者のトークっていうのもなかなかこれはあの公開してちょっと経ってるので、なかなか貴重だと思うので、ぜひ皆さん、はいはい、あのお運びください、はい、から、5月24日これもトロさんが、知らない間にそういうことになっちゃったんですけど、うん、これ玉木千春さんってお読みするんですよね、ミュージシャンの人、ミュージシャンキロロの玉木さん、はい、このエッセイ集風になれば出版記念懇談会が、はい、行われるわけです、まあ、玉木千春さんのエッセイが出るわけです ね、 そ, うですね、それの、はい、出版記念懇談会が代官、山近くのフードカフェバーヤギに聞くはてなっていう店があるんですけど、うん、はい、そこにですね、まあ、玉木千春さんはもちろん財津雅人さんなどいろんな方がいらっしゃるんですけど、はい、立食パーティー4500円飲み放題っていうなんですけど、うん、はい、この懇談会の中で、はい、北尾トロさんの、はい、何があるの、トークなんか一緒に喋ってくれって、俺取材に行く予定だったんだけど、予定だったんですよ、イベントに出演することになっちゃった、そうそう、来るなら、はい、じゃあ喋ってよと、玉木千春さんと、北尾トロの、まあ、トークセッションが行われると、はいはい、これは5月24日木曜日ということですね、そうですね、はい、まあ、またあのこれはそうです、ね、また次回の、収録の、迫ってきたらまたレポ TV でもお知らせします、はい、以上、はい、ですね、そうですね、はい、はい、じゃあ 次週までに、はい、トロさんがどのぐらい、iPhone に精通しているか、ね、しているかお楽しみに、はい、それではまた来週、おやすみなさい、おやすみなさい、長々とやっちゃったね。